おはようございます。おはよう。お疲れ様です。いやーよかった。もう本当に。今日はね、すがすがしい朝を迎え入れてます。先に言っておきます。電話かかってきません。どうしてそんなに機嫌がいいのって多分思ってる方は多いと思うんだけど、それは機嫌がいいです。昨日、 俺7万円負けてたんだよ7万円その7万円から8万3000円プラスにしたから1万3000円プラスホテル代になった危ないそれはもう機嫌がいいですよ私パルバルはええー、巻き返しのパルです 5万円でうまい棒ス,ストレート負け当たりなしでその後に2万円でタイガーバニーって死んだ言って、まあ、万発出して8000発溶かして、お座り一発も、ダイナマイト無敵キ,キングっていうね、台打ったのよ。それが万発出てさ、1万8000発出て、それで海で取り返して2万3000発。ありがとうございます 本当ね、何が起きるか分からんわ、パチンコは。もう正直取り返せないと思ってたよ。あ、傷口開くなって。はい。でも、これは完全に引きを戻したと思ってるから、今日ね、放送終わったら、炎上ニュース終わったら、あのパチンコ店行ってきます、ちょっと。はい。で、でも、正直言っていい。今年のパチンコ配信は、もう、 ちょっと少なくなると思う少なくなるっていうかもう終わりっていうか <laughs> うんまあ毎日ねパチンコ配信やってるけどもう毎日パチンコ配信はできないなって思ってるんで一回ちょっと東京にも戻ろうかなと思ってるんでまあちょっとねいつになるか分からないけどそれだけちょっと報告しとくわみんなにはい連チャンしますねありがとうございます親父には24日にお金を振り込むって言っといた うん、だから24日にお金を振り込む予定。負けてるからね、言うてね。俺だってもうお金ないもん。カツカツだから。渡せるものがあの24日っていうに先延ばしした。なぜしたかっていうと、払えるのは払えるよ。だけど、やっぱりあのパチンコで買って浮いた金で渡したいじゃん。ね。もう負けたら知らん。もう、と,とんずらするよ。 ありやすツリードンチキ二 !23 にしなよ。24は土曜。あ、そうなんだ。じゃあ、23かな。まあ、そんな感じで、まあ、私、パルパル、今、パチンコ配信で、順調にやってるんですけど、まあ、トータル収支が16万円です。はい。プラスね。だから、今日は33万ぐらい買ってたのに、16万になってるんで、 17万円取り返します。よろしくお願いします。では、やっていきます。おはようございますフワッチニュースキャスターのおまわりですこの放送枠は、昨日起きた出来事を皆さんと情報を共有し、知っていこうという枠です。昨日、何があったのかな昨日、何があったの それを知れる放送枠となっているので、知りたい方は見てってください。注意事項として、間違っている古いとコメントを連投する方がいます。古い古いという連投コメントやめてください。古いです。昨日起きた出来事を話すわけですから。さらに、間違っているよとコメントつく方がいます。それはありがたいです。間違った情報に正しい情報。間違っていたら指摘してください。これは、 みんなで作っていく放送枠なので。ではやっていきます。ふわっち大炎上ニュースですございますあ、そうだ、ちょっと私事炎上ニュース入る前に、別にね、その、いやらしい意味で公開するわけじゃないんだけど、俺さ、あの、まあ、ずっとツイキャスで放送してるじゃん。パチンコ配信つって。もう まあ、12時間いすぎ、8時間以上はしてるのよ。で、携帯代いくらぐらいになってんのかなと思って、見たのよ。だいたい俺の携帯代って3万ぐらいなんだよね。そしたら、もうびっくりしました、リスナーさん別に、やらしい意味で公開するわけじゃないけど、もうね、ショックでたまりませんなんとですね、 8万5 5五百円でした。もうこれは、辛くて、もう本当に頭おかしくなりそう。もう本当、あの、地方に住んでいる家賃ぐらいになってる。いや、ギガ本の50ギガにしてるんだけど、なぜか8万5 5五百円。で、自動で、あの、ギガを買うようにしてるんだ無制限で。それで、 なんかギガ数が半端なく膨れ上がってて、あれと思ってみたら、1日3000買ってるんだよ。うん。1日3000円。びっくりした。3000円分買ってるわ、と思って。なんで使い放題にしないのなんで使い放題って。いや、普通に50ギガにしてる。ギガモンスター。使い放題がある言ってよ そんなわかんないんじゃん。ギガ放題っていうのがあんのギガ無制限うーわ、じゃ、これ、できないの、これは。ギガ今無制限にしても、この8万払わなきゃいけないの。知らんかった、そんなの。来てないって通知も。 えソフトバンクだよ、ちなみに。ギガモンスター使い放題ってあんのソフトバンクって。ないでしょ。あるのうわじゃあちょっとやるわ。最悪や。ということで、8万5500円支払いになってます。12月分。 うん、まあツイキャスでね頑張ってる証拠ですよだからまあこれからも配信頑張っていきますまあ8時間以上やってるからねうんだからそのまあ頑張ってるって自分でも言いた,言いたくないしみんなが決めることだからねどうしようもないけど8万5500円払ってね配信頑張ってます 8万円。8万円。<laughs> そう、投げろとは言ってないですよ、俺は。普通に投げろとは言ってないです。俺は別にさ、投げろっていうことは言ってないんでね。リスナー、そこは勘違いしないでください。じゃあ、やりますよ。 あ、ありがとうございます。嬉しい。投げるとは言ってないんですけど。ありがとう、特命さん。ああ、もう。そばにいたい。うん。隣でこうしたい方をこう、いや、されたい。うん。女性の方、ありがとう。ございます別に投げるとは言ってないんだけど。ありがとうございます。千円、千円分も、おまけもついちゃって。すいません。 まあそういう雰囲気が出てるのは認めるけど、投げるとは言ってないんでも、もと。君が君が今日のアラブ世だやつ今夜は君がトップワン。君がいなきゃやっていけない、特命さん。大好き。あります。じゃあやりますよ、普通に。ふわっち大炎上、ニュースですまず一つ目のニュースから、あ、これはね、ふわっち配信者でもあるから取り上げます。なんと、ふわっち配信者のあの配信者が、 引退ですはい引退します最近やっぱ12月になるとさ引退が増えてきたねふわっち配信者はこれはねヤフーニュースにもなってました皆さん引退らしいですえー、どうだっけ 引退ツイート引退あこれかあれ俺写真撮ってはね引退はあこれかご報告 SNS で稼げ,稼げなくなったので年内をもって活動を終了します。 最近友達に裏切られたのも原因の一つで精神的にやられてしまいましたと。今現在は知り合いの建設会社で朝から晩まで働かせてもらっていますと。残りわずかですが応援よろしくお願いしますということです。はい。ヘズマリュさん、SNS 年内もって引退です。あのね、フワッチもね、あのおすすめ寄生中だけれどやってるんだよで。奥さんがよくやってるフワッチを。シャフさんっていう方かな。 うん、奥さんがね。で、今はちょっとも建築業でやってるということらしいですよ。はい、まあ、この前も引退するって言ってしてなかったんだけど、最近は、引退という言葉をついつか使,いか使いたがりの配信者が増えてます。実は、ヘズマリウさんだけじゃなくて、もう一人ね、引退するっていう大物配信者がいます。はい、それがこの方ですね。 ね、実は関連してあ金杯さんです一般 <laughs> 人の皆さん簿記は配信を引退しますということですどうしたのどうしたんだろうねあのエセアカさんもそうだけど他の配信者たちも引退引退ってね年内多いよねえっしゃ 引退が多くなってるんだろう俺の持論で言うと引退って言葉は芸能人が使う言葉だと思ってる配信者は、まあ、一般人だからねうんだから、まあ、引退っていうよりね、まあ、普通に、まあ、ネタで言ってるんだったらいいんだけど本気で考えてる人はもう普通に引退って言わなくていいと思うよ休止とかねそんな感じで言った方がいいよどうせ戻ってくるんだから間違いなく うん、あの引退なんてねもう本当に嘘に等しいからねっていうことですよいやどうなのリスナーさん的には配信者が引退って言った方がすごくいいのかなうん俺は休止って言った方がいいと思うよだって引退なんてさしてほしくないもん俺はずっといてほしい うん、金梅さんも、ヘズマリュうも、エセヤカさんも、もったいないよね、フワッチ今まで頑張ってきたのに。配信サイトで。あ、メダル社長も。俺は、メダル社長俺はもう、引退を撤回してほしいです。俺は、フワッチにまた戻ってくるって信じてます。えー、社長俺、親父だと思ってるんで間違いなく。 絶対にやめないでくださいってことですね。はい。じゃあ、そういうことで、えー、引退がヘズマリュうさんとキンバイさん。まあ、キンバイさんは多分冗談だと思うけど、ヘズマリュうさんは年内引退と、えー、自分の本枠で報告です。じゃあ、次いきますうん。えー、次がね、 ああ、これですね。なんと皆さん、争いがもう終わりそうです。この戦争に終わらせに来た。ええー、なんと、和藤さんと美佐ママさんが争っていた明記変更騒動が、ようやく、えー、終止符が打たれそうです。はい。それがこれですね。和藤さんと美佐ママで家の 騒動で名義変更しないとダメみたいなやつあったでしょ知らないのそれがこれです、ねえー、名義変更終わったみたいだよとあとは雑用税も払ってもらったら終わりということですあとお金の問題ですね 増用税となるものがかかるらしくって、それがまあ支払わないとまあ終わらないって感じなんですけど、でも金さえ積めば終わりです。で、ようやく和道さんの家になるわけですよ。払うわけじゃないいや、払わないと和道さんの家にならないからね。あとはお金だよ、お前。増用税。増用税ってなんだろう 1000円で買ったからね、なんだろう、増用税って。で、和田さんの支援者が3人ほどいて、2人は茶化しちゃったんだけど、1人はガチでお金振り込んでくれたらしいからね。和田さんに対して。和田頑張れよって言って。うん。すごくいいリスナーさん持ってるからね。まあ、なんとかなんじゃないこの増用税は。そう。 あと、和藤さんが作っている、ほら、作品あるじゃん。え。うん。あれも売れてるらしいからね。なんか50万の、30万の絵が売れたとか言ってたね。なんかね、前ね。だから、商売、もう調子いいんじゃないかなと思うけどな。増用税だろこれ。なんていうのじゃ、これ。え、増用税じゃないの。ちょっと、俺間違ってんのこれ。増用税。 増用税、うん、合ってるよね俺何つってた今増用税でしょうん。言えてるよね増用税。増用税合ってるよね増用税だって。分かったうん。お前うざい 俺お前ののコメントの方がうざいと思うよなよく人の前でさうざいって言えるよねあお前誹謗中傷だなうん完全なる上さんこいつ俺にうざいって言ってますこいつにしかるべき処置取ってくださいお前知らないのユタポン君が誹謗中傷されて12万円ね取ったんだぞお前、まあ、この野郎 一つのコメントも気、は気をね、張ってコメントかけよう、まあ、これの野の何がうざいで、これの野のじゃあ、次いきます。はい。えー、次がね、あこれですね。皆さん、特に配信者の方。今、これが流行ってるらしいです。うん。だから、配信者の方、閲覧欲しいな、とか。 うわなんか企画考えなきゃいけないなって思う方、まあ、いると思うんですけど、今これが流行ってるらしいんで、これをやってみたらどうですかはい。いや、みんなもね、すごい知ってるね、やっぱり。カナカーナくんの画像使っちゃうんですけど、カナカーナくんの画像ね。あの新作で出た、超超、えー、大盛りペタマックスペヤングが出ました。 3 9 7 6カロリーと出ました、これ。これがなんかね、閲覧バズるらしいんだよ。うん。あの、ちょっと77人ってね、カナカなナ君説得力かける画像足してるけど、閲覧が取れるらしい。俺やるのいや、俺前やったじゃん、ペタマックス。で、食い切ったでしょ吐きながらだけど。もういいでしょ、俺は。やったんだから。 ね頑張ってやったんだもん。みたいなうん。じゃあ、政治はリタイアです。ええ。俺は昔食い切ったけど、政治はリタイア。根性でえな、おい全くもって。はい。お腹壊しちゃうないや、マウント取るでしょ、それはもちろん。政治はさ、 なんて言うんだろうあの悪いけどさ自分でなんか気合入れて根性出して配信っていうのもやったことないから人におんぶり抱っこの便乗枠のその部分で面白くするという部分は才気が出てるしあのセンスがあると思うけど自分一人で何かを頑張るということはないうん基本的には変わんないからえオ、ー、おんぶりだっこ配信者です いや、俺はね、ペタマックス食ったよ、もちろん。ゲロ吐いたけど。食べました。<laughs> 政治のこと言うなよ。裏で言ってんだから、俺のこと。俺は配信見れないからさ、ハトで来て、それいちいち YouTube 動画で見なきゃいけないからね。あの、文句言うんだったら、ブロック解除しろよなあ俺が見てないとこで言うなよ。それ陰口だから。ハトが来たとしても、それ嘘ハトの可能性もあるじゃん。 ブロックを解除してから文句言えよ。俺見れないから。解除しろよ、この野郎。ま、そんな感じで今ね、ペタマックスや、ペヤングが流行ってます。はい。じゃあ次いきます。うん。目がいってない、俺は。お前意外しろこの野郎。俺がいつ目いってんだ、この野郎。舐めてんじゃねえぞ、この野郎。じゃあ次いきます。 え次が、あこれはね、早いね。うん。なんとですね、早いというか、彼氏ができた模様です。とある女性配信者が。それがこれですね。 にゅいちゃんの放送枠にて、新しい彼氏を紹介しますっていうことで、小野くんというね、配信者と、まあ、彼氏ができたみたいな放送をやったらしいです。これは、俺は正直動画を見てないんで、タイトルだけしか見てないんです。だ、はい、からこれはね、リスナーさんどうだったのかなっていう。これ本当に彼氏なのうん。どうなんだろう。 小野くんっていう配信者。この人、フォロワー8000人ぐらいいるけどね。これ嘘だろあ、嘘だろってことはわかんないんだ。いや、ショックだよ俺、だって一緒にデートした中で映画で。それなのに、もう彼氏ができたなんて聞いても、俺は本当にショックでたまんない。やっぱイケメンがいいんだよ、女の子は。イケメンが。 イケメンが好きななちゃうかなやっぱりあのデブは無理かうん加工がすごいまあ加工もすごいけどでも小野くんかっこいいじゃん痩せてるしえ俺イケメンやめろってお前らそれで、ね、街でねイケメンとかかっこいいとか書くじゃん本当に勘違いするブサイキいるからさ配信者でそういうの書くなよお前らもあ,のあるからね 自分がかっこいいって勘違いしちゃう系配信者は。お前らも気をつけろよ。お前らが乗せると、その配信者も勘違いして勘違い行為を連続的にやっちゃうから。ダメだよ。うん。あ、中ちゃんいらっしゃい。あ、中ちゃん電話する、するか。あ,あの、二つ暴露があって、一つが中ちゃんです。さっきね、放送を見てたんだよ。うーわ、当たり 嘘でしょファンタスティックなんで投げてくれも好き、うん、俺は、そばにいたら、あの、抱きつきたいです。ええー。で、絶対君を離さないって言いたい。うん。ファンタスティックのサンタクロスはやばいってこれ高いキャラね、アイテム。うーわもうやばすぎるわありがとうございます、女性の方 君が君が今日のアラブ席を大つ。今夜は君がトップワン。君がいなきゃやっていけない。女性の方だよ。で、めっちゃ美人。うん。めちゃくちゃ、俺はタイプ、しかも。うん。誰もかもが完璧だよ。えー、美太郎ちゃんパルパフさん、イケメン。うわパルパフさん。ありゃんす、本当にに。ルーですけどね。ふついちゃってるけど。えー、美太郎ちゃん、でもそんなこと書いていいのるいさん、嫉妬するよ。 あでも、ルイさんは、まあ、嫉妬しないか。俺ごときで。うん。俺がこれ、たくまくんとかね。あのー、そういう人間だったら、投げてたら嫉妬してたかもしんないよ。まあ、俺は、あれだもん、もう、ガンチュないもんな。お前らさ、彼氏でさ、イケメンの配信者にたくまくんとか、そういうの投げてたら嫉妬すると思うんだよ。彼氏だったらね。でも、俺に投げてたら、嫉妬しないもんな。お前ら。彼氏としても。 あパルンで投げてるんだ。あ全然大丈夫みたいな。あ、でも、くまに投げてんのなんお前、狙ってんのかってなるでしょ。そういう類いでしょ。うん。だから、あの、キャラクター感覚で投げてってね、みんな。僕、ドラえもんなんで、はい。じゃあ、そういうことです。じゃあ、中ちゃんの話。中ちゃんが、プチパクロです。えー、これはあの、本タイトルじゃないんですけど。 なんと、中ちゃん、今日の朝方のふわっち講演上ニュースにて、ぽろっと発言。中ちゃんがプチ暴露。歌舞伎町の、えー、買収圧っグループに在籍する配信者がいると暴露しました。えー、歌舞伎町で回収や買収を圧っしているグループを知っていると。その中に、とある配信者が関わっていると放送でプチ暴露。 はい。で、それが誰なのかは教えてくれませんでした。なので今から中山に電話して詰めます。うん、ちなみに、中ちゃんは、えー、自分の放送に出たことがあるって言ってた。じゃあ中ちゃんにかけるわ。中山にかけます。うん、中ちゃんも大変だよね。なんか日付間違ってさ、東京に来たらしいから。 撮影のたために記事で見たあ,あおはようごすいますせんありがとうございますえー、あの中ちゃん今日の放送でね、はい、なんかポロって言ったじゃないですか、うん、びっくりしちゃってそれ聞いてえなんか言っちゃった俺まずいことあの歌舞伎町の買収回収グループを、えーまあ、知ってると。 言ってましたね,ね、えー、それであそとある配信者がそれに関わっているとえー、そんなこと言ってたんででもそれ言うと、えー、殺されるかもしれないし危ない目には合うから歌舞伎町行けないみたいなこと言ってて<う>これそ,危ないよそれは分かってる上なんですよ分かってる上で誰なんですかこれ言っちゃまずいでしょや知らないじゃあ,じゃあ男性です女性ですかいや男性です。 ってことはライラさんやツナちゃんとか、えー、あっツナちゃんじゃない、はい、ティナちゃんとかそっち関連ではないってことですよねではないですね。ねえー、ゴリゴリの,、まあ、の買収のあっせんっていうよりは、うん、あっちですねひったくりひったくりあなんか言っ,て、ね、言ってましたねなんかひったくり専門と買収専門のグループが 2, 2>,、はい、2つに分かれてるとまあ以降,以降は知ってるんですけど。りの方に な配信者がかかってるんです。そうなんです。あ、買収じゃなくて。え、え、愛子さん。いや、あ、男性です女か。あ、そっか、男性か。え、誰ですか、<laughs> ちょっと教えてくださいよ。え、これ、まずいでしょ、言っちゃう、これ。え、だって、きに、え、ちなみに僕も知ってますか。たぶん、はるちゃんもあったことあ。あったことがある。 ちゃんの枠では見たことないんですけど、うん、僕パルちゃんのね、うん、敵対してる人の枠で見たことあります。え、政治の枠に映ってたってことですか？ですね。じ、え、ゃ、ー、これ以上言えないわ。えちなみにえバンはなってるんです？<laughs> なってないんですか？いや多分バンなってない。え教えてください中ちゃもう死んでください。<laughs> えー。 もう死んでほしい,い<や>うん。嘘でしょもう死ねば揃ろ <laughs> ええ。<laughs> いや、まあ。え、じゃあ、それはそのイニシャルだけダメですかイニシャルそれなら。え、イニシャルですかイニシャルは。ええ。H!H! 君、H? え誰だろうマジかああすいません中ちゃん <laughs> じゃあ明日の「公炎上ニュース」ってやっぱ炎上ニュースを関わってるもんですからこれ言うって信じてね明日聞きますよい,ますいや今日聞きますね今日言ってくれそうなんで <laughs> えー、<laughs> えだってもうこれ以上言ったらもうほぼ答えみたいなもんじゃないですか もう答えになっちゃってるんでね。もうね、狙われてますよ。狙われてる。うん、ちょっと名前はちょいちょい出てますね、たまに。え?。こう、あの。あ、もう。答え出てるんですか?。出てます。はい。えー、自分の口からは言えないですけど。え,ーえ。俺が今、今ピンって見たのが、ひどんなっていう名前なんですけど、これは。<laughs> ひどんな様。あ、そうそう、よかった。はい、で、びっくりした。ひどんなってコメントが流れたから。え、そんなことあると思って。<laughs> えー、マジかちなみにそのひったくりってどういう感じでひったくるんですいやー結局は泥酔してる人をメインに、うん、えー、まあ近寄ってってねはい奪うみたいですよ。<あ>財布やらなるほどその、ね、異常に来たして意識がちょっと朦朧としてる人をターゲットにスパスパ金を取ってるグループがあるんですね。 そうですそれでまあホテルに生息してるんですよ。はい、ああ、じゃあ東横キッズってことですかまあ東ー横キッズとも絡みはあると思うんですけど、まあ、独立グループですよね。うん、東いことは別の。え、大人がやってるんですか子供がやってるんですかそれは、主に？いや、ちなみに、大人、えー、大人す。えー、で、中ちゃん、組織化してるんで、やっぱこう、まあ、みたいなやつがいて、うん、あまそれはまあ結構、うん 年上の人で、ね、え、誰だろう誰っていうかそのひったくりは何人グループとかも言えます <laughs> いやいや僕があったのはまあ3人しか会ってないんですけど、まあ他にもね何人かいるみたいですやっぱグループ化して、えー、中山さんだっ,って明日撮影ですよね明日撮影ですでも池袋集合なんで危ないです大丈夫です、はい、いや来ますよ間違いなくえ <laughs> 明日はもう車も服も全部丸裸です嘘でしょうんもうウエストゲートで中ちゃんじゃなく中山になります本物のうええまあ配信つけとくはもうずっとそう危ないんで気をつけあの逆に言ってほしいです歌舞伎町逆に盛り上がりますよその危ないもう暴露した後の中ちゃんええだけど中ちゃんなら昔ね暴走族ブイブイ出してた時代があるんで 負けないでしょ <laughs> もう東京行ったらねもう東京の怖、ええ、いんでダメそんなことないじゃなか中ちゃん俺は知ってるであのみんなね俺がマージャンでこれ何回も言うんだけどマージャンであのみんな集まってよっさんと俺と中ちゃんとなんか王子か誰か呼んでやるっていう流れがあったのよ <laughs> そういう中ちゃんがマージャンの前で待っててで俺はパチンコ目の前にあったので出てきたらなんか誰か叫んでるんだよえ誰だと思ったら中ちゃんが叫んでるんだよね で、何だろうと思ったら「おい引っ越しの件全然違うじゃねえかこれやるなっつって「<laughs> あのこっちが金出さなきゃいけないのか俺は!」っつってヤクザみたいな喋りで脅してたその下請けぬみたいな会社にいやまあ、うん、瞬間言わす好きなんでそうだから中ちゃんを怒らすと一番怖いよフワッチで危ないからいや怖くないです 中ちゃんはもうね昔は暴走族でブイブイ言わせて,てた本物の悪だからねあの敬之助君と喧嘩したことあるんだから、はい、伝説だ <laughs> リアルアウトローだからねあの実は今や優しくなってるけどええー、っていうことですよじゃあ中ちゃん、はい、すいませんなんか電話しちゃって、はい、いいあの まあこれからもマージャンちょっとお願いしますちょっとお願いします全然やってないんでパルちゃんぜひいやだって中ちゃん栃木だからと遠いからそうなんだよね、うん、また東京とかそういう<た>重なる大阪とか重なる時があったらよろしくお願いします今パ,パチンコでちょっと配信でやってるんでまず、ね、ってるもんねままあまず、あまあ、ってるというかそれでやってるんでもう ええ、じゃあまた大阪行った時、はいお礼いしますちょっと、すいません。無限のカでさあ行くぞ。笑って。こらえて。やれんの。勝って。アレストンチキ。アてことですよ。え、誰？H って。政治の枠には出たことあるんだって。うん。まあ正直言っていい？ ヒノピー君今ロケット花火投げたからこれは余裕があるからないのかなと思ってる。で、俺が歌舞伎町で配信者と名乗っているやつは葉っぱ君っていうやつなんだよな。うん、葉っぱ君と、あと誰だろう。なんかいるんだよね。ちょこちょこなんか東横キッズら辺にいるやつで。でも葉っぱ君バンになってるっていう噂だからバンじゃない。 まあどうだろうなこれ。えルイージだって H だよ。うん。ル、ルイージになる変化。へ、へ、ルイージにならないルイージでしょへいへい。へいへいで誰だっけ思い出せないな。へいへい。でも、そういうひったくりのグループがあるらしいよ歌舞伎町で。だからみんなも気をつけたよね。買収グループとひったくりグループが2つにあるらしいから。 へた、うん、ろう細川あーうまいなおい細川まで持っていく火薬って書いてたから火薬はないだろうと思ったけどうまいなお前え火薬さんまで持っていくかってことですよ まあ、とりあえず、歌舞伎町で、中ちゃんのプチバク露だけど、買収グループとひったくりグループがあるんで、みんな気をつけてください。はい。じゃ次行きます。うん。でも、ほんと危ないよ。あ、モイカモイカ、お前、俺に LINE 送ってきてな。ちょっとね、可愛い,いやつだな、と最近思ってきた。うん。お前、好きなんだろ、俺のこと。でも、モイカ、ごめん。俺は、お前とは付き合えない。はっきり言っとく。 なぜなら、俺、萌えカはタイプじゃないんだよ。口も悪いし、足も臭いって言うし。性格良ければね、付き合ってあげてもよかったんだけど、俺ね、あのー、無理だ、お前は。うん。ごめんね。豚野郎、うん、じゃあ次いきます。次が、あ、りんちゃんですね。ええー、りんちゃんがお付き合いしたっていうね、あのー、 とある男性の配信者が報告しました。ラブホテルにて。それがこの方です。昨日枠でやってたんだけど、だから竜也くんとりんちゃんがあ、ひなぴーかわいい娘養育費4万5千円入金よろしくお願いします。カッパくんだえー、ありがとうございます。 あのヒノピーくんのことを、まあ、敵対じゃないけどオハニーちゃんのことを囲っているリスターさんだねありがとうさっきヒノピーさんがいたから多分それの注意を書いてるんだと思う竜也くんですねええー、パルパルニュースへどうぞって言ってるんでねリンと付き合ったらしいですおめでとう <laughs> はいお付き合いしたらしいですよ はい、じゃあちょっと電話しますんちゃんに。よかったお付き合いだって。でもんちゃんは否定してるらしいけどねどうなんだろうでもラフォー一緒にいたらしいからもうえー、なんかもう一回からさっきのね ひったくりグループの件について名前をこっちの LINE で送ってきたわ働かない魔王だろって来てるああ確かに働かない魔王さんでもあの人なんか誰とも関わってない気がするけどねえっとどれだっけえンリ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 リリンリンリンリリンリンあった 信じてる,る。あ、旦那さんと別れたんじゃなかったっけ。っこれ、彼岸のアリアンの曲ね。お世話になってます。パチンコの時、めっちゃ聞いたわ、これ。二万発出した時あったんだよ。それの時、めっちゃこれをループで聞いてたわ。 あ、出ないわうえ、ん、ちなみにりんちゃんうやさんとねお付き合いしましたとやくんが放送やってたんですけど昨日キレたナイフくんともめたらしいですはいでキレたナイフくんがなんかね 母親と揉めて警察沙汰になったらしい。魔性の女です。りんちゃんとなんか結婚するしないの話で流れになってて、で、お母さんがなんか口出してきてて、それによってお母さんと切れたナイフ君が揉めたらしい。で、なんか暴れてなれナイフ君がなんか警察沙汰になったという流れが昨日あったらしいです。ええー。だから、りんちゃんはね、いろんな男を、 あの、いざなってます。満、まあ、うですよ。まあ、モテるからね、かわ、顔がね、可愛いから。えぇ、ー。キルない服はニコ生の人かなふわっちはあんまやってないと思う。いや、モテるでしょ。だって結構、だって誠治もエッチしたでしょうん。あとは、誰だまあ、竜也くんとかお付き合いしたとか言ってるし。まあ、ゼロワンともなんかあったらしいし。 結構いろんな男の配信者と絡んでないあ、ルイ様あんのこれ。うん、だからモテるよね普通に。あ、関信吾さんでもそうだ。いや、モテるでしょ配信者。天然さんもそうなのそれは知らない。全員作るもんなのヒデママも嘘でしょすごい適当に言ってないそれは。絶対嘘。あ、やっちょくんああ、れんちゃん。あ、電話お願いします。 あの電話ねもう一回かけてねあ泥猫先生はさ追加してやっていくらしいよ。 あ,あちょっとすれ違ってるわもう一回かけるね俺からあれじゃあ俺ねお休みモードでね今出れないんだよねちょっと待って多分ンちゃんと俺が電話をね交差してるから俺からかけるねンちゃん俺からいくよ今日これがメインじゃないです

でずっとひなのあリアんの曲なんかあもしであしあごめんねなんか俺電話してもねなんか調子悪いんかなラインがうんあそうなんですねでりんちゃんね今日ねまたりんちゃんの話題になっちゃったんだけど ま,またもうモテるねりんちゃんはそんなこと全然です二人の男を惑わしたって聞いたよ <laughs> 全然です、えー、まず一人目が竜く君となんかお付き合いしましたってねん也君くやってたらじゃないですかで結局付き合ったんですかっていう話なんですよはい、あのー、これは実はえー、なんと嘘でしょ ええー、付き合いええー、ませんあ、付き合ってない <laughs> はい。え、でもえじゃあこれ嘘なのりゅうやくんのあ、そうですねああなんか付き合ってないですよなんか今日の夜も電話して話そうとか決めようとか言ってました。うんはい、いつもそうなんですよあ、ちなみにでもラブホ一緒に行ったって聞いたよ二人であ,あ。 いやビジネスですね。あ、ラブホじゃないじゃね、ビジネスホテルで一緒に泊まったんだ。はい。あ、やったの？やっ、て。ええ。実は。はい。まあ。すせあ、そう。やってないのか。はい。え、でもう一人ね、いいてね。あ、でも。はいはい。 であの綺麗なナイフ君が警察沙汰になったのは凛、はい、ちゃんのせいだって聞いたよいやなんか、うん、あの結婚しようっていう話になって向こうがなエロいなんかラインも求められたんでしょはいあそれあの見せてきましたえエロい画像出したのいや画像じゃなくてあの、うん、ビデオツアーであ んちゃんやったのビデオ通話2はいや私は顔しか映してないですあナイフくんが見せてきたってことあそうですしかもあの<う>やといる時えにといる時に<あ>です。そうなんだ愛されて40年、はい、で、はい、それでなんかナイフくんとママがもう大喧嘩になって、はい、パパが止めに入っても ね、あそれで喧嘩したんじゃないんですよ。あの昼間の電話で結婚しようみたいな話をしてたら、うんうん、ママがあの怒ってナイフとママが応援会になって、はい、なんかドア壊したとか暴力振るったとか言ってママが警察呼んであそこで喧嘩してたんです。そうなんだ。親子喧嘩してました勝手に。え、実際付き合うのそのナイフ君とは結婚するの？実は。えー？ 重也とは違れなんですけど、はい、ナイフとは。え、うん、え。しまーす。あ。せあ、しないか。<laughs> え、そう。はい。そうなんです。なんで、りんちゃんもてるんだろうね、この男二人組に <laughs> いや。いや、すごいね。もてないんですよ。本当もてなくて、もて、うん、なさすぎて、ちょっと。ネタに走っちゃってるってうん、うん。ああ、全然いいと思うよ。その。フル活用しないと、落ちてるものは。 しかも男がもう本当にいないのにいるいるって言われてるから男芸したらみんな信じてくれるかなっていやそうだよもう落ちてるもありが食ってでもやるんでそれはネタにしなはいでも最後に1個だけあお願いしますビジネスホテルでやってる時にナイフのそのテンツで一人でやってるのをさせられたんですよ 一人でやってオオナニーを見たってこと？ええー、うオナニーをリュウヤと知ってるのに。知ってる中で？はい、隣にいるの知ってるのにもう我慢できないからって言って。ええー、うん、はい、あの見させられて複雑な気持ちでした私たち。あ、そうなんだ。はい。うん、そこも良かった。ありがとうねじゃあ。はい。はい。 それがねでいやいや嬉しいいい落ちちゃったまたかけるねりんちゃんはいありがとうございますいつも取り上げておりんちゃん好きなんだよガーターベルトでねこのねつけてるふわっちの放送よく見るんだよいつも言ってますよねそれが大好きなんですよ俺は私もパルパルさん大好きなんで今度デートしてくださいあっ大阪なんでまたじゃあ機会があればすいませんりんちゃんはい はいウエンドカナダへさあ行くぞ笑ってこらえてやれんの勝ってあれっすっていうことです。だから昨日、えー、キルたナイ君が警察祭りになったんで、なんか殴ったらしい母親を。それで現在どうなってるか不明です。あで、りんちゃんにニー動画配信、ニーの動画をなんか見せ,見せ,見せたらしい。 で、りゅうやくんがりんちゃんと付き合ったっていう放送タイトルとってますが、嘘です。ということで、りんちゃんは、まあ、とりあえず、昨日ね、2つのニュースがあったということですね。はい。そういうことです。じゃあ、そういうことで、今日の本タイトルいきます。えー。とある配信者が、暴露です ええー、昨日ね、あのー、とある男性の配信者が暴露をしました。で、これは、まあ、被害も出てるんで、まあ、その被害を出さないようにまあ、拡散する目的で、ちょっとやります。じゃあ、その、とある配信者が暴露、その内容は、ナイスお願いします。ええー。 今日はね21日なんであの第3回のナイスランキングというものがねあるんですよだからそのナイスをちょっとくださいお願いします押しててください押せる方いたらああありがとうございますナイスーあーありがとうございます170人500ナイスええー、もう俺ねナイスのトータルは難しいと思ってるんでもう500ナイスお願いしますちょっと ちょっとでもいいんでああ嬉しいもう4000 <n> 人いるからねもう嬉しいわありがとうああすいませんあーナイス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 ポチッとナイスいや今日もいやいやりんちゃんむしろ俺がア,アイテム投げなきゃ 投げてくれてありがとう。りんちゃんのネタなのに。いい子だね、ほんと。いい子すぎて、バカを見ないことをちょっと祈るよ、マジで。いい,い,い人すぎてね。ありがとう。500代さんです。それが、えー、じゃあいきます。とある配信者が暴露。その暴露した人は、ロビンソンさんです。えー。昨日ね、ロビンソンさんが、 えとある放送タイトルを取りましてこんな枠をやりました。これですね。あら爆投げしの詐欺事件の事実1と枠やってました。はい、で、内容としてはまあ、えーまあ正直、もうストレートに言うと。 港区おじさん、皆おじってみんな聞いたことあるかな配信もやってたし、で、いろんなとこで爆投げをしていたっていう男性の配信者です。はい。で、この方がなんとですね、ロビンソンさんに相談してきた女の子が、まあ、昨日直接電話してね、話していたんですけど、35万円だまし取られました。35万円。 はいだからね一回その女性の話を聞くと港区おじさんを港なおじはねまあ9億円の貯金を見せてでかい家も持っていてそれを見せられたことがあるっていう、まあ、リアルで会ったことがある女性の方なんですよ。はい港区おじさんねで急に電話がかかってきて「もう俺終わりだ」と。なんか 会社に裏切られて株式も取られちゃってもう今財産がないとでその女性の方に5万円貸してくれないかっていうことからきっかけでなんと話があの始まったんですよええでその女性はなんと5万円貸しちゃったらしいんだってで見おじさんが30万貸してくれないかって言って30万も貸したと会社をやるために その女性の方はね、なんかあの、いい人すぎてさ、貸しちゃったらしいんだって。で、そのまま音信不通になったらしいです。港区おじさんは。なぜ貸すのかだからいい人なんだったんだろう。多分信頼もあったんじゃないその9億円の貯金とかさ、その家もさ、でかい家見せられたらしいし。だから信頼はあったんじゃないかな。えー、まあでも、 がんかあのそう癌にもなってその病気でやばいんだっていうことも言われてたんで,で捕まったことも話してたらしいしでこの見直しさんがその35万をなんとですね、まあ、もう借りたままなんずらこいて音信不通になったらしいですでさらになんかロビンソンさんの枠で何人か被害者がいるということを昨日暴露してました ちなみに私港区おじさんと会ったことあります麻雀したことがあるみなおじはで俺はもう言っちゃうんだけどあの会社の社長ではないけど幹部であるってことを俺は言われてたんだよそう麻雀ねとある有名な配信者とそのみなおじで3人で言ってた3人うちで。 でなんか財布とかも見せてくれてさ60万ぐらい入っててうんお金がねなんかそのいや金ならあるからねみたいな感じで財布自慢された財布で60万50万だったかなめっちゃ持ってた金財布縦長財布だったけどええー、でうわすごいですねっつって なんか困ったこったら俺に相談してってことぐらいまで言われた。まあその人とはマージャン打つぐらいの中で特に親しいはなかったんだけどで。でもロビンさんの話を聞くとその女性の方がね、直接通話してて、まあ、5万円貸して30万を貸して35万が音信不通で帰ってきてないってことらしいです。はい。で、なんか癌になったりとか病気になったりとか あとはなんか事業が成功したりとか言ってね会いたいって言われてそういうなんか住所を教えてとかいう手口でなんか住所を聞き出そうとしてたりとかそういうなんかことをしてたらしいえーでも旧約あわるの大丈夫だよなってそうなんだよでまあロビンソンさんのタイトルを見るとねある爆投げしの詐欺事件の事実みたいなタイトルなんで おじさん港おじさんが詐欺に関わったんじゃないかという話です。これはなんか何人か被害者がいるっていう話なんであの「あ私もされた」って方がいたらねロビンソンさんに DM でも送ってくださいよ、えー。ロビンソンさんが今これを取り扱ってるんで、ねえー。出会い中だろクルちゃんでやったんだっけなんだっけクルちゃんとなんか。 やってないかあれ港なとさんでくるちゃんってやったってね見たんだよなやってないか関わりはあるけどやってないのかあまこまこちゃんもそうなんだよでもまこまこちゃんもその港なとさんからお金を引っ張ってたみたいな LINE やり方してたからねうんなんか引っ張ってたって言い方してないけど見すいでくれてて でお金も、まこもこちゃん、そのみなくおじさんが金借りてたんで。で、返さなくていいって来てて、返さなかったらしいけど。っていう問題も前取り上げたんだよね。だから、なんだろうね。うん。俺はね、会ってね、思ったのが、すごくいい人だった。そう。あの、打っててね。 ずっと笑顔だし、負けてても笑顔で、はハははみたいな感じだったんだけど、あ、そんなことがあったんだなぁと思って、俺もね、連絡してるんだけど、麻雀しませんかで、ね、連絡つ,つながらない。あ、あと怖いのが、セージが言ってたんだけど、セージの家に、あ、じゃルイさんの家か、ルイさんの家に、勝手に入ってきていたらしいよ、寝てる時に、起きたら、港区おじさんが立ってたと。 寿司持ってきて、なんか祝いに来てたっていう話も聞いたことがある。だから、俺が何が言いたいかっていうと、もちろん本物のお金持ち、金を持ってて、本当うまくいってる人いると思うんだよね、ふわっちやっぱ投げいっぱいいるからね。でも、偽物もいます。うさんくさいやつもいます。だから本当に、リスナーさん、自分の目を見極めて、それで、 えー、接しないとほんっとに痛い目に遭うっていうことだからね今回の件はちょっと気をつけてよちなみにメタル社長は間違いなく俺から言わしてもらっ金持ちですええー、4年の付き合いですええー、もう会ったことないんだけどもう本当にねえぐいほど投げてもらってねメタル社長は間違いなく信頼できる人です えー、俺がもうお墨付きでやりますよもちろんね俺の枠でめっちゃ投げてくれるお金持ちいっぱいいるその人たちも本物ですはっきり言いますええー、ラーさんとかね、えー、もうほんとたくさんいるんで女性の方男性の方もう言い切れないぐらいいます山崎社長とかもほんとにたくさんいるんでね はいまあそんな感じですよ、まあ、そんな感じで今日のと,、えー、とある配信者の暴露は、えー、港区おじさんでしたまあ皆さん港区おじさんにはまあロビンソンさんの枠で聞いてたんです気をつけてくださいもし連絡があったとしても、まあ、とりあえずロビンソンさんか俺か、まあ、誰かに相談してそれでちょっと対応してくださいってことですはい俺はいい人だと思ったけどねまあでもってて、ね 彼には困ってないんだぞっていうオーラが出してたよ。ギャンブルで大負けしたって話も聞いたし。でも痛くないみたいな。すごいこと言ってたけどね。めちゃくちゃ。嘘だったんかなあの会話は。よくわからんわ。うーん。麻雀をてればいい人麻雀をてればいい人っていうか、会話してて、だから麻雀って性格出るじゃん。ほら、負けた時とかさ、イラついたりとかするじゃん。 はっって、誠治ね、これ。はっってなる、もう本当分かりやすいんで、誠治は。俺もちょっと黙っちゃったりとか、不機嫌になったりする。で、港小さん負けてても勝ってても、ずっと笑ってるから、うわ、やっちゃったよーとか言って、言ってるから、もうそんな悪い人じゃないのかなと思ってたけどね。マージャンで性格出るから。ええ、ペリーさんはもう上甘かった、ほんとんとんでもない。もう話題に。 だ出すとねマリオくんが狙われちゃうんでちょっとは話,せ話せないけどえー、ペリーさんはもうやばかったねあれは俺も見たもんびっくりしたもん横でお呼びし気をつけろよマリオっつってどなってたからねマージャンのマージャン層でもうオープンのとこで個室じゃないよあれはもう俺はもう怖かったわマリオくんナマなんじゃない、うん、えかけてません はい。それはかけてないです。麻雀って勝負だからさ、トランプも、そういう、ま、勝ち負けあるじゃん。ええ。それで怒ってるんだ、ね、<laughs> その、モネモネが、いや、そう、ペニさんそんな感じで言ってたっていう、ニュアンスですよ。<laughs> っていうことで、今日の、ふわっち大炎上ニュースですあれさじゃあ、まとめます。ふわっち大炎上ニュース。 まあ、どうの前にナイスお願いします。えー。600ナイス !43 人の方お願いします。4000人の方、もう分かってるんです、押されないっていうのは。もう仕方ないんでね。僕はもう、謙虚に行きます。43人の方お願いします。もう謙虚に謙虚に。ただ、マージョン打ってるだけ楽しい、楽しいね。あの、覚えさせたい。あれ、あの、 マージャンスクール作りたいね。リスナーさん集めてマージャンスクール作ってやりたいね。本当に信頼できるやつと。あの、信頼できないやつはね、なんか、暴露しそうだからね。だら俺の右腕と左腕と左足と左、左、え、右足になってほしいね。4人ぐらい欲しいね。あ600ナイスあります。 じゃままとめますフワッチ大炎上ニュース。まだめだうん。りんちゃん、りゅうやくんとお付き合いしたという放送があった。りゅうやくんの放送にて。これが嘘だった模様う。りんちゃん、切れたナイフくんと婚約話。これが、まあ、冗談で言ってたんですけど、お母さんと切れたナイフくんがその話をね、まあ、ヒートアップしまして、喧嘩して、警察だった。 ニュイいちゃん、彼氏を紹介。小野くんっていうね、彼氏を紹介しました。これが本当かどうか不明です、えーえー。今、ペヤングのペタマックスが流行っている模様。閲覧取りたい方はやってみてください。ワノオさんとミサマは、えー、名義変更が完了した模様。あとは、増用税、えー。というね、お金を支払ったら終了です。ヘズマリュウ、年内で引退。えー 全一くん、スケロクちゃんと仲直りするためにマフラーを編む。作る。はい。えー、ある爆投げ師の詐欺事件とロビンソンさんが暴露放送。名前は港小路さん。皆おじと言われている方です。えー、バイサ配信隊。多分ツイッターでね、ツイートしてるんですけど、冗談だと、冗談だと思われます。中ちゃんがプチ暴露。歌舞伎町の 回収、買収、圧戦グループ、そして、ひったくりグループの中に、とある配信者が関わっていると放送で暴露。えー、イニシャル H。その後は言えないと。えー、狙われるかもしれないっていうことで、えー、言えない感じです。はい。ということで、今日の、ふわっち大炎上、ニュージシャルさんえー、今日はね、 あの電話もりんちゃんとさ中ちゃんが出てくれたから電話も